今日はゴルフレッスンの本質に迫る動画を撮ろうと思ってます。大丈夫？なんで？大丈夫？大丈夫？何答えられない質問が来ると思ってんのかな？ドキドキしてる。嘘。やってもらうしかないと思う、それは。はい。やるのは得意だから。そうだね。やって。やって。平井弘明のワンナップゴルフ。何ですか？昨日のレッスンの話もそうだけどさ、うん、いつもいつもボールの位置を変えるだけじゃん、うん、レッスン。アドレスとボールの位置だけでナイスショットが打てるって言ってるじゃない、うん、あとはその人の体の使い方を、あなたはこう使うタイプですよ、だからこういうふうに動いていいですよって言ってあげて、うん、でボールここに置いてくださいねって言ったらみんな当たるわけじゃん、うん、まあまあそうだねっていうのが多くない？いつもレッスンの話聞いてるとほとんどそうだから、8割以上、8割5分ぐらいじゃないかな。そうだよね、うん、だから俺の中ではそれが答えなんじゃないかなと思うんだよね。なるほどね、うん、それが全てというか、うん、ほとんどそれだから、それがなんでなのかなっていうのを聞いていきたいと思った、うん、レッスンに来る人がみんなそうなわけじゃない？うん、大体の原因はそこにあんのかなって思って、やりたいことが似てるからじゃないかな、みんな。あ、そうなの？結局飛ばしたい、捕まえたい、ああまあちょこっとドロー打ちたいちょこっとドロー打ちたい、うん、でそうなってくると、うん、要はかっこいいクラブ使いたいってなってくると、うん、みんな同じ動きになるからね。あ、そうなの？みんなこうやってなる。それなっちゃってるのはそういうのが理由なんだ。そうで、そういうクラブ使ってたら球上がんないから、どんどん球左置き始めるから、みんなこういう動き、みんなこういう動きになるから。なるほどね。そう、寄ってっちゃう、みんな同じ動きに。あ、じゃあそれは意図的にじゃなくて、意図的にの人もいると思う。そうやってやれって言われて、うん、実際そうやって習いましたっていう人もいたしね。あ、そうなんだ、うん、だからそれだけでみんな治るからさ。バラしてるだけだけどね、俺は。バラしてるっていうのは元に戻してるだけだから。ああ、そっか。そう、記憶を消してるだけだからそういうこと、うん、生まれた時のアドレスをしてくださいみたいに大げさに言えばね、そうやって戻してるだけだから。でも、うん、違和感があるわけじゃない、ね、今までのと、うん、そんな違和感俺には関係ないからそうだね、分かんないしね。そう、なんでナイスショット出たんだろうを体感してもらいたいだけだ。はいはい、はい、うん、あ、だからみんな不思議な顔するんだ。そう、不思議な顔とか違和感とかどうでもいいこれからそれが普通になりますからって。それ続けるよね。そうそうそう、あとは続けたいかどうかだけだから。あ、それでもこうやりたいんだったらどうぞっていう感じだし、うん、そういうことね。そうそうそう、そこはもう強要できないから、好むか好まないかだから。あとはさ、こういうふうに動いちゃダメだよって言われてくる人もいるじゃん、他のレッスンで。うんうんうん、けどいいんだよって言ってあげると、いや他じゃダメって言われましたみたいなのも多いんだよね。まあ、全然多い、全然多い。体の使い方がだってそうなんだ体をさ、うん、こうやってリズム使って打つ人に、うん、俺実際いた話だけど、うん、こうやって使う人に、うん、こうやって使う人ってこうやってヘッド出すのよ、うん、こうやって、うん、そう、その人にヘッド出さないでって言ってんだからそれ当たんねそれ当たんねそういうことか。それ当たんねさ、だってそんなのでヘッド出してたらふざけてたって当たんだよ、こうやってこうやってあ、うん、あれでさ、うん、こういう体の使い方の人にさ、ヘッド出さないでっつったらさ、うん、それあれ正解よ。そうなっちゃう、うん、両方ナイスショットだ今こっちのナイスショットとこっちのナイスショットだ。ああ、あれが正しいんだもんね。正しい。あれでだって最初のやつみたいに飛んでっちゃったらそれはナイスじゃないんだ、うん、でそこでワンラップ流言っていい、うん、例えば2球目ナイスショットってふざけてるように聞こえるでしょ、うん、あれが出たんだったら動きにミスはないからって。だったらボール直したらナイスショット出るってもう分かるから、だからナイスショットは出る。そうなんだ。そう、あれでナイスショットが出るんだったら逆にやばいから。そういうことだよね。そう、スイングがぶっ壊れてるから、それで出るようになっちゃってるんだもんね、動きが。そう、あれが出てるうちはああよかったと思う、すぐ治んだ。そう、2時間撮ってる人でも1時間でいいですよって言っちゃう、そんぐらいの感じ。そう、そうよ、あれが出てるんだったらもう最高な動きしてるから。なんでそれさ分かんのいや違う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 、いやプロをバカにして言ってんじゃなくて、いやプロだから分かんのは分かってんだけど、プロはなんで分かんのって聞いてんのいっぱい見てるから。いっぱい見てるし、よくさ原理原則とか言ってんじゃん、うん、俺そういう難しい言葉は登録もしてるけど俺は分からない分からないんだけど、うん、そんぐらい分かるでしょっていうぐらいスイングの勉強してるし、自分でやってるし、見てきてるし、
あ、そう、そんなのは当たり前の前のことでしょぐらい分かるから。いや、見てる数が違うんだ。ただの平井だよ。ただの平井だけど分かるに決まってるじゃない。え、そうなんだね。そうよ、そんなのは分かんなきゃ逆にダメでしょって。1円でもお金もらって人に教えるんだったら。あ、まあまあまあ、そりゃそうなんだけど、うん、そう、それでなんで そこまで分かるかってことでしょ。そう、それはもうクラブの動きだったり自分のそのやってきたスイングだったり、うん、そういうのを多分ね、動画で言えないぐらい経験してるから多分分かんないよ、ね、何億とか分かんないけど、でもそんなのはどう考えたってどう見たってそうでしょっていう動きをしてるからね。あ、そうなんだ、うん、動体視力なのかもしれないけど分かんないけど。あー、なるほどね。分かんないけど、だって、うん、いや、それだったらボール直したら直しますよっつって直しちゃって打てるんだから。動きじゃないですよ、あれが正解だから、うん、きっとボールの位置直してこういうアドレスをしたらナイスショット打てますからねって言って、うん、もう1球目遅くて2球目からナイスショットが出るから。けど、そのツアープロでも説明できない人も多分いるじゃない、うん、まあ、いるだろうね。説明する機会がなかったのかもしれないけど、まあする必要がないって言っても俺らは言うけども、そういう人もいるじゃん多分、うん、けど平井はできるからさ。まあね、本当にただの平井だからね。いや、その意味は分かんないけど。いや、俺は平井だよってそこで言う人もいるじゃない。いや、本当別にそんな大したことじゃないの。本当に大したことではない、本当に。めちゃくちゃ今まで考えてきてるから。だってさ、すげえコック長とかさ、うんうんうん、料理人とかさ、うん、こういう味が、ミスの味が、良くない味が出たらさ、うん、ちょっとこれが多かったとかさ、うん、そういうのはさ、多分分かると思うんだよね、うんうん、それと同じぐらいよ。やっぱ経験なのかなと思うよ。でもみんなそれで治っちゃうから、使ってるクラブ、スイング、あとはそれこそ昨日の人なんて力感よ。あ、そうだったんだ、うん、その使ってるスペックに対しての力感じゃないから。だからそのスペックでそのヘッドだったらこれぐらいの力感で振らないと、うん、ちゃんとした適正な高さ で距離で飛ばないですよって言って、うんうん、少しスイングスピードを上げてもらって、うん、ほんのちょっとよ、うん、そう、それでボールの位置をちょっと変えて打ったら、うん、まあ、あ、これでいいんだっていうぐらい、本人が言ったぐらいめちゃくちゃいい球で出るからね。もう一個あるのはさ、うん、ボールの位置変えるじゃんいつも、うん、それも人によって違うんでしょ。違う、それがすごいよね。クラブによってもスイングによっても人によっても違う、身長によっても違うし。ああ、どこで当たるのか。そう、力感によってももちろん違うし。当たるとこに置いてあげてんだ。当たるとこに置いてあげる。それも見てりゃ分かんだ。それはね、これは本当に言えない。あ、言えない。あんだ、やっぱ。なんだ、あるんじゃん、やっぱり。これはね、もうね、本当に動画切った徹君にしか言えない。そうだね、絶対に言えないかもしれない、ね。あ、でもあんだね。ある。あ、よかったです、あるなら。ある、ある。あの、勘とかじゃない。そういうことだよね。 あんだよね、うん、あ、ちょっとやろうか。こんだけ言って言わないのは批判狂うと思うから。そうだね、うん、これなんだよね。ブンブン回して、これで、うん、こうやって回ってるでしょ、うん、で、うん、バックスイング取るよ、うん、今ここじゃん、インパクト、うんうんうん、インパクトで戻るよ、うん、で今これ真ん中でしょ、うんうん、フォロー取るよ、うん、でインパクト今ここじゃん、うん、そう、これがどうかってことな。なるほどね。で結局ダフるよ、うん、ダフるよ、うん、ダフるってことは、うん、ここがインパクトじゃない、うんうん、ここね、うん、本当にボールここに置いてあるよ、うん、でくるくるやるからボール今はけてるから、うんうんうん、でここをダフるって意味でここに置いてあるね、うん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 、バックスイング取りました、うん、で今インパクトここでしょ、うんうん、でこっから戻るよ、うん、要はここでダフってんじゃん、ここで。そう、ここまで戻ったらボールのところにこうやって当たるでしょ。なるほどね。こうやってなるじゃん。うんうんうん。要はそこに置いてあれば。インパクトしてるよってことなの、今。はいはいはい、はい。ダフってる人はここでインパクトしてる。うんうん、ここに戻ってないわけ。うんうんうん。そう、だからここに戻したスイングができてるのに当たんない時とかあるでしょ。うん、そういう時とかにボールの位置がずれてますよってことなの。だからボールの頭を打つ人はインパクトがここで回ってるんだって。ここでボールに打とうとしてるから
掘ってた。はい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 。そう。だダフルダフルっつって、それはこっち向いてこうやってたら、俺ダフルってよく動画でよーく言うでしょ。言う。そう。だからインパクトラインが戻った時にこうやって振ってないわけよ。あ、これ言っちゃダメだ。ダメでしょ。ダメ。ダメだ。そう、だからこうよね、こう。それは何で見つけたの？いや、これはね、もう自分。相当打ったから、平井は。え、でも、いや、え、そうなの？あ、自分でなんだ。それしかないでしょって。どこにも落ちてなかったんだ。落ちてない、落ちてない、落ちてない。結構そういうのあるよ。でも誰も教えてくれないの？教えてくれないだろうね。だからでもそれを感じてさ、そうやって言葉にみんなしないんだろうね。うん、分かってても。で、こう模型にできるでしょ、こうやって。そう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 。そう多分やらないよね、うん。そう、こうやってなってて、こうやってなってて、こうやってなって、うん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 、で、バックスイング終わりました。うん、でダウンスイング入って、うん、こうやって、ここでダフってるから。そう。ここまで戻んなかったらまっすぐになんないでしょ。そうだね。そう、そういうことよ。それを何、数打って分かったんだ。これさ、こっからここで止めてるから分かんないんでしょと思った。そう、これずっと一周してたら分かるじゃんって、サークルにしてたら。そっか。って。うん、ここでもうチュッチュッチュッってなるわけですね。戻ってなかったら、すっちゃうわけよね。そうなで、結局捕まえたいとか言って、うん、こう、右向いたままこうやって打つでしょ。そ、うんうん、したら、フックもスライスも両方出るから。それじゃダメなんじゃないのって思った。いや、でもそれは、すごいわ、やっぱり。すごい。だから、俺ね、日本一だと思うんだわ、俺が。マジ？うん。いや、すごいよ。左行く引っ掛けるとか、チョロとかもそうよ。うん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 、結局、俺肩回せっつってるけど、うん、これはダメじゃない、うん、そうだからこう行った時にこうやって振るから突っ込んだら左行くって言ってる。だ突っ込んだら左行くのは分かるよ、うん、だからなんでそれが起こるのかって言えないじゃん、うんうんうん、だからそれはこうなってるから、あ、そしたらそうだね、そうこっち行くでしょ、行くに決まってるから、うん、あでこれじゃあもうボール通過してるから当たんないじゃん、当たんない、だから上からボールをこうやって、うんうん、こうやって叩きに行く、うんうん、だから左行くやつって球が上がらないから、そこまで言わないと。うわ、その風車すげえな、風車理論。なんだそれ。そうそうそう。すごいね。それ。それ、あれなんじゃないの、ここだけじゃない、盛り上がってるの。いや、わかんない。俺はすげえと思う。あ、マジ？うん。そうだと思うよ、俺は。いや、だからその、当たり前で誰も、なんて言うんだろうな、見つけてないっていうか、うん、なんとなくわかってても言葉にしてない、うん、その方法とか、うん、それがちゃんと言語化できてるっていうのがすごいね、やっぱり。で、あ、ほんと？だから教えられるんだよね。じゃないと教えられないんだよね。確かに。そうかもしれないね。だけど、その、なんていうの、手の内は教えないで教えてるじゃない。うん。風車のことは言わないで教えてるじゃない。いや、だからすごいわ。だから全員できるようになるんだ。ああ。だから全員できるようになるんだよ。それが方法であるから。うん。うん。で、ボールの位置の話に戻ると、うん、で、結局、うん、ボールの位置がここに、正しい、ここに置いてくださいって言うじゃない、うんうんうん、の時に、うん、じゃあ、見たことない人がここに置いてありました、うん、ここに置いてあったらボールの位置ずれてるじゃない、うん、なのに、うん、ダフルこうやってなるっていうわけよ。で、それは、うん、あの球が出てたらさっきも一緒だけど、うん、もう最高の動きをしてるわけよ。ーボールのあるところでダフってんだから、本当の置いておきたい場所に、うん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 、間違ったボールのところに対してはダフりだけども、うん、正解のボールの位置にちゃんと入ってんだから、うんうんうん、インパクトラインがこうやってなってるから、うん、まっすぐになってるから、あの正しい、そう、正しいボールの位置に置いたらその人はなるっていうだけなの。そういうことか。そう。いやこれいいの言ってよかった。いや、だってこれだったらもう投げ銭バンバンでしょ。いや、そうだね、うん、100万円ぐらい来る間違いない、バサッ。いや、来るね、これはすごいわ。こんなのは自分で見つけたし、特許も何もないから、別にそんな隠す必要もないし、そんなの全然いいですよ。まあでも盗まれたところで自分で見つけた人よりうまく説明できないからね。間違いない。本筋をわからないからね、その言ってる言葉にしてちゃんと。そうそうそう。うん。うん、そうだし、それがさ、自分で見つけたってことは結局それが全部に繋がってきてるわけでしょ。そう。自分の中で。そう。だから今ここまで切ったとしても、うん、1本目からここまで繋がるから。そうだよね。うん、いや、これすげえこと聞いたな。俺だけかな、盛り上がってんの。でもいい、俺は一人だけでいいって言ってるよね、俺は。いつもね。登録だけでいいの。そう。いや、これはすごいんだね。の時に、例えば、うん、少なからず大きい扇を書くじゃない。うん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 、だから、うん、ボールの位置を中にしてくださいって言った時に、うんうん、これが平行じゃダメなのよ、飛球線に対して。はい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 。ここに置いてあるんだったら、そう、ね、そう、うん。そう。ちょっと内側じゃないとね。そう。そしたら、中にするんだったらちょっと外にしてあげなきゃいけない。なるほどね。そうそうそう。ちょっとね。これはまあ大げさだけど、うん、まあ5ミリ
ぐらいはちょっと外、はい、あ、そうなんだ、そうそうそう、そういうのもちゃんと自分が中心でね、円があるからね、そうです、そうです、そうです、その理解ですね、ね、うん、これがボールの位置を直したら当たる確率が高いっていう種じゃないけど、いや、これちょっともう一生予約取れないもん並んじゃって、だから俺が言いたいのは、うん、ボールの位置ずれてますよもうそうなんだけど、うんうん、それよりもスイングはそこまで悪くないんですよってめっちゃくちゃ言いたい、昨日の人もめちゃくちゃいいスイングしてんだよ、で当たんないって言って、本当それこそ打ち始めが、うん、こういう感じ、はい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 、今わざと打ってるから格好は変だけど、うんうんうん、普通の綺麗な形して、うん、綺麗な振り方して、うん、こうやって出るんだから、うんうんうん、そう、あれはなんでですかって話から始まったのね、あ、うん、全然えっつってちゃんと答えねえんだどうしたんですかみたいな、いいスイングしてますねみたいな、次の1球目からバシュって行かせられますよ、僕はやりますっていう感じだった、うん、やっていいのそう、そういう感じ、いや、もう行列できてマジ、うん、もう予約取れない、あざす、うん、これ取れないよ、もちろんそのスイングをね直さなきゃいけない場合は直すけども、うん、逆を言えば8割以上の方がスイングを直さないで、うん、もう全然戦えますよってこと、あ、そうなんだね、欲が悪い方に出てる人といい方に出てる人がいて、うん、ほとんどの人がいい方に出てるのよ、こうしたいああしたいって本当はあるの、だけどそれがこうしたいああしたいが、うん、ただの理想だと思っちゃってて、うん、いい動きに結びついてない方がいるから、うん、それをこうボールの位置を変えるとか、うん、アドレスの形を変えて、うん、そういう風に導いてるだけだから、ね、うんうん、改造とかいうのはもう本当最終手段だよね、あ、スイング改造っていうのは、うん、だからこうクラブがどう動いて当たるかっていうのが分かってて、うん、でそれに対してボールポジションが正しい位置に置いてあったら、うん、ナイスショットは出るからね、9割、それをあとはどう続けるかだから、うん、はい、そこだけですよ本当にレッスンって、いやーすごい、これね、もう俺1個だけ予言できることがあって、もうめちゃくちゃすごい、今まで出した300本の中で多分一番いい動画だと思うんだけど、全然伸びないから、マジこういうのはもう全然伸びないから、知りたい人がいない、お金なんでか分かんない、あー、でもお前からそうだよね、そう、なんか、あー、このまあ、話がまとまってて内容がいいなっていう動画って全然伸びない、あと本質の動画も全然伸びない、ああ、なるほどなるほど、俺にセンスがないのか、そういうわけではないいや、すぐやってすぐ効果が得られるっぽいものぽいものね、伸びるでしょ、え、まあそうだね、ね、うん、地道系はやっぱ伸びない、もう本当花から最初からトール君と俺は伸ばすつもりで、や、伸びたら嬉しいんだけど、伸びたら嬉しい、うん、伸ばそう伸ばそうってやってるわけじゃないからね、そうなんだよね、うん、なんか嘘みたいなさ動画撮んなきゃいけなくなるのが嫌なの、そうそう、本当に本質だけ言いたいの、そうだよね、そう、俺もそうだから、だから本当それっぽいことをやると、うん、2人とも撮影中に面白くなくなっちゃう、そんなんつまんないんだよね、そうこういう動画とか面白いね、そう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 でもこれは本当に今日聞かれなかったらずっと言わなかったかもしれないね、いやでも流すかどうかちょっと迷ってるな、これ、そうでしょまあ一回真似できないし、どうせ多分誰もしかもまあそんな見られないし、まあまあ、ね、1000回ぐらいしか回んなきゃさ、もうそんなあの大手の誰々さんとかじゃないから、そう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 だね、もうひっそりとやらせていただいてますね、うん、そうだね、うん、いいんです、いいんです、もう見ていただける方だけでいいんです、うん、通りすがりとか望んでないもんね本当に、まあ、通りすがりにいいと思ってもらえたらいいけど、間違いないそっから始まりますから、ね、そうだね、全員そっからだから、そうだね、そうだ、そうだからちょっとまあ、ボールポジションとかを動かす、まあ、意味っていうか、どういうことでこうボールポジションを動かしてこうナイスショットが出るかっていう、まあ、うん、ね、仕組み的なものというか、うん、そういうものをちょっと動画にしていきました、うん、言っちゃったね、言っちゃった、もうないんじゃない、これ最終回にしよう、もう言うことないから、そうしようか、そうだね、それかもうもう一回1から同じもの、そうだね、やってそう2023年版24年版ってずっとそうだね、そうだね、だって同じことしかだってないんだもん、ないよね、あ、やることがないから、うん、そうだね、うん、あとはお悩みに対してそうだね、なんか言うとか、うん、いつもご覧いただいて本当にありがたく思っておりますので、これからも
なるべく楽しい動画をですね撮るように頑張りたいと思いますので、これからもよろしくお願いいたします。気に入っていただけたらチャンネル登録とグッドボタンの方よろしくお願いいたします。最後までご視聴ありがとうございました。この度ワンナップゴルフのオンラインサロンを始めました。セクシーショットありのマル秘映像ばっかりでございますので、ぜひ興味ある方は入会していただいてですね、知ってるあれっていうネタをですねコンペとかで言っていただければと思いますので、ぜひご入会よろしくお願いします。